ボクサーはアメリカ海軍の教習揚陸艦、ワスプ級教習揚陸艦の4番艦。艦名は米英戦争で打破したイギリス軍艦、ボクサーにちなむ。その名を持つ艦としては6隻目。ボクサーはミシシッピ州パスカグラのインガルス造船所で1993年8月13日に浸水し、1995年2月11日に収益した。 その後パナマ運河経由でカリフォルニア州サンディエゴに向かう。パナマ運河に合わせて建造されたものの通過時にブリッジの張り出し部分といくつかの設備が障害となったため撤去された。消修理及びシステムチェックの後にボクサーは1997年3月24日から9月24日まで西太平洋に展開するオースティン級ドック型輸送用陸艦オグデン及び アンカレッジ級ドック型揚陸艦、ホート・フィッシャーと共に多くの外国の港を訪れた。翌年リムパックに参加、1998年12月5日に再び西太平洋に展開した。ボクサーは西太平洋、ペルシア湾、航海に展開した。2001年3月14日には、普及の自由作戦及びノーザンウォッチ作戦の支援に参加する。 その後シンガポール、タイ、グアム、ジェベル、アリ、バーレーン、ヨルダンを訪れ、アメリカ同時多発テロ事件から3日後の2001年9月14日に帰国した。イラク情勢が緊迫すると、ボクサーは再び中東へ派遣される。イラクフリーダム作戦の直接支援として6ヶ月の配備となった。2003年1月17日に、サンディエゴからワスプ休憩収容陸艦 ボノムリシャール、アンカレッジ級ドック型揚陸艦、アンカレッジ、クリーブランド級ドック型輸送揚陸艦、クリーブランド、ダビューク、ホイットビーアイランド級ドック型揚陸艦、カムストック、ハーパーズフェリー級ドック型揚陸艦、パールハーバーと共に展開した。ボクサーは2003年7月26日に帰国した。2003年に、ボクサーは太平洋艦隊で、 マージョリー・ステレット戦艦基金賞を受賞した。ボクサーは2004年1月14日、イラク復興支援のためイラクフリーダム通作戦に単独で派遣される。サンディエゴを出港したボクサーは、ペルシア湾北部のクウェート海軍基地に資材、設備を運搬し、2004年4月29日に帰国した。2009年4月に、ソマリア沖の海賊に拉致された貨物船。 マースク・アラバマ合戦長の救出活動にあたる。2019年7月18日、ドナルド・トランプ大統領は、ボクサーがホルムズ海峡の国際海域を航行中に、イランの無人機の異常接近を受け、再三の警告を無視したため電波妨害で撃墜したと発表した。ありがとうございます。